かつ茂としげる二12月25日隊は、日本の元オートレース選手、福岡県出身、旧期、川口オートレース場所属。かつての愛者、プリンスゴー勝元は、広瀬時代、安倍光を、篠崎実とともに、川口四天皇と歌われた、1970年代半ばから1990年代初頭に、大活躍した選手である。王都の神様、広瀬時代が、 やおち疑惑で逮捕され、現役をしりづいていた時期に頭角を表すと、同期の飯塚将校と共に総壁とされ、川口所属選手の中では、グレードレースを最も多く制覇している。初めて特別競争を制覇したのは、1981年の第13回日本選手権、オートレースだった。その時点で、すでに同期の飯塚は、選手権を2回制覇していたが、勝本は、 特別タイトルにはなかなか手が届かなかった。しかし、苦手のアメソでの準決勝で、秋田敬吾安藤正実をまくり一着で優勝戦に進出すると、優勝戦では並みる強豪たちをほとんどまくりのみで、ねじ伏せ、悲願の特別タイトルを制覇。当時実況を担当していた、小倉智明アナウンサーの、無冠のプリンス勝本が、キングになりました。 無冠のプリンスカツモトシルキに春が訪れました。という名調子と共に記憶されている。その後、第2回スーパースター王座決定戦で2度目の特別制覇を達成。川口所属の選手がスーパースターを制したのは、今のところこのカツモトが優勝した第2回、大会のみである。地元のみならず、多情のファンにも人気のある選手であった。それを証明する逸話として、 1986年に浜松オートレース場で開催された第5回オールスターオートレースの際のエピソードがある。数ヶ月前から好調が続いていた勝本は優勝候補の筆頭と目されていた。だが、初日、二日目と着外が続き、三日目には車体故障が発生してしまい、レースを中止してしまったのである。 しかも、その際外線際の観客が最接近できる金網の近くに停車してしまったのだ。こういう場合、大抵は馬声を浴びせられるものだと容易に想像がつくが、この時は馬声は全くと言っていいほどなく、むしろ残念だと声をかける観客が多数いたのである。かつ元は、その際近くにいた観客に自分で前節から車の調子が悪く、 いろいろやって乗っていたがダメだったと現状の説明をしたのである。また、単独落ち者などのミスをした際には、レース終了後自らホームストレッチの一番観客が見やすい位置まで出てきて、三方に向かって一礼をする。四天皇の中では、富士に乗り換えたのが最も遅かった。彼のカルトライアンフ、プリンスゴートメグロニキ島のバージニアンゴーは、 彼の代名詞とも言えるマシンであった。初期のプリンス号はスカイブルーのフレームでトライアンフのクランクケースにユニオンジャックのペイントが施されていた。その後はプリンス、バージニアンともに純白のフレームで飯塚将校の樽、包丁、ベル包丁がシンクに塗装されていたのとは正反対で二人が共に素ではお互い大変に目立っていた。 1993年のセアイス製の理解以降、プリンスが日の目を見ることはほとんどなかったが、最近ではレストアされたプリンスでデモ走行を行ったり、スタンド前での空ぶかしのデモンストレーションや特別展示にも使用されている。公式プロフィールでは趣味なしとなっているが、無類の高校野球好き。特に夏の甲子園が開催される時期には休みをとって、 全試合を観戦するほどである。現役時のインタビューでは、引退の意思はないと発言する一方で、引退後は選手養成所の共感になるという目標を持っていることを語ったが、68歳まで現役を通した。ありがとうございます。